今日の収録で反省してることがありますかってないですよね、そんなもの。反省っていや、そうなんですよ ね、本当は、うん、常に全力、そこを反省しなきゃいけないかもしれないですただ常に全力です。そうそう、常に全力、前しか向いてないですよね。ですよね、うん、ちょっとあのネタとかちょっと見てなかったので、結構見てるんですけど、はい、面白いですね。昔から見ていて、不思議な間ですよね。ね、逃げて、え、私のことはもうほっといて、一人で逃げて。見る人にうわすげえ、いかついの見たぞみたいなぐらいにもなってほしいんで、頑張ります、優勝します。お疲れ様でした。皆さん応援ありがとうございました。とんでもないです。賞レースって本当かっこいいです。ああ本当憧れますね。あの、まあ、見てだってそれこそカンちゃんとかそういうバンドの、はい、その賞レースじゃないけどないですからね。そっか、そうだよね、うん、まあ、いわゆるもう本当にこう勝ちか負けかって決まるような、はい、やっぱ誇りますね。ヒリヒリした、はい、ライブやって結果が明確に出るわけじゃないので、そこはつい見ちゃいますね、テレビやってると。まあ、でもあのルームシェア、あの家から出てく時が来ると思うとなんか寂しくなりましたね。いつか出なきゃいけないと言ってましたもんね、自分ね。その寂しいっていうのは どの立場から見た時、客観、もう客観で、ちょっと客観的にですけど、うん、どんな最後の日なのかなって思いますよ ね。なんかこう人に優しくて、優しい、こうなんか可愛らしい印象じゃないですか。そういうこと献血したりだとか、そうプレゼントしたり、うん、でもなんか近くに寄ってあ可愛いなって寄っていくとなんか噛まれそうな感じがあるんですよね。うん、そこも魅力なんでしょうね、きっと。なんか注射のとこ嫌なのはあかんちゃんも苦手なんだって思った。ああいうのは可愛いって言われるんですよ。あ、いやあれは大丈夫です。大丈夫ってそこはあの直さなくていいところです。ああなるほど。3週連続スペシャル笑いに人生を捧げる女たち第1週はネタ通り変人なんですよ。芸人もうなるような今年ブレイクの蛙亭、キングオブコント決勝当日に密着、岩倉のセブンルール、